はいどうも、あゆたろうチャンネルのあゆたろうでございます。お久しぶりです、レンニョンです。お久しぶりですめっちゃ久しぶりにレンニョンとこうやって撮影できるわけなんですけど、ね、今日はなんか持ってきてくれてるそうです。久しぶりにインパクトあるもの持ってきました。何でしょう、見てください。じゃん、何それ。知らないですか、いろんな YouTuber さんたちが苦しい顔して食べてる。あ、ね、辛い系か。うん、こっち辛いです。これ韓国人も辛いっていうぐらい言って、でもあれしょ、ペヤング程度でしょ。その心持ちでいきましょうか。じゃあ、これお名前はですね、待ってくださいね、プルダックポックンミョンって言われて、プルダックポンプンあんた、もう一回言ってますよプルダックポックンミョンですね。プルダック、うん、もうめんどくさいんで作りますこれもう。だから今作ってきます。これ食べることをファイヤーヌードルチャレンジっていうね。そんなとっても嘘でしょかっけえ名前ついてるんですけど、これ皆さんやってるんで。みんなやってんだ、やってるんで。ファイヤーヌードルチャレンジ、ファイヤーヌードルチャレンジ、ファイヤーヌードルチャレンジで、ファイダーファイヤーファイヤーなんでこれ滑舌が悪いんだっけ挑戦してもらえないと思って僕辛いんだっけ。食べてください。食べなかったらじゃあ手伝おう。あ、僕はい、わかりました。俺今のところこういう空気で成功した動画ないから。あ、じゃあこれ今年初めて成功しましょう。とりあえず久々に今日 YouTuber っぽいことするよ今日。テニスだけじゃねえぞ。テニスだけじゃねえぞ。食うぞこれ食うぞこれ。これ食ってな YouTuber になるんだよなるんだよ YouTuber に。じゃあこれ作ってきます。ラーメン作れるかな。匂いはいいね。ほんとですか。この麺の匂い好きなの。コロッケパンの匂いするんだけど。何やねんですか。作り方見て、作り方見て。大丈夫だよ。こういうのはね、もう入れたもん勝ちだから。最後に炒めるときに入れるやつみたいですよ。炒めるとかあんの。あ、炒めるんです、これ。茹でて、茹でた麺を最後炒めるらしいです。炒めんの。はい。焼くってこと。炒め麺です、これ。言ってよ、早く。まあまあいいや、ここに入れただけだから。そうです、ここからかき。そうそうそう。ラーメンはね、やっぱあれなの。俺指揮者みたいなもんだから今。タクトがそれ。そう、奏でてる今。音色ラーメンで。これめんどくせえよなんか。まあ。文句ばった。いろんなものを汚すじゃん。入れてるわけじゃないですね。あゆ太郎一湯気切り。そんなもんじゃないですか。軽く炒めだけで今。完成。はい。こいくせえな。がっつり焦げてるけど大丈夫かな。掃除大丈夫。あっときます。完成。ごまと海苔。匂いすげえいいんだけど。食べていい。あ、いいです。いただきます。タイムわかりますか。いや、わかんない。俺多分無理だ。シンプルに食べてきます。シンプルに食べる。タイムの時代は終わったから YouTube 勝手に勝手に終わらしちゃうよ。だって食えないもん俺早く絶対。匂い嗅いだら唾液がめっちゃ出てきた。ああ、じゃあもう食欲が促進されてどうすか。あのね、はい、なんで食い続けないかって辛いんだけどさ、はい、俺今思い出したけどさ、はい、あのデスソースの時覚えてる。ああ、僕が仕掛けたドッキリですよね。あの食い切ったやつ。何だかんだ食い切ってますよね俺ね。下バカがもうツイキャスでしたっけ。うん、ツイキャス中にデスソースの一番辛いのを何とか入れたラーメンを普通に食い切るっていう、しかも知らずに。熱い、熱いけどね。美味しいです。俺ね、これね、全然大丈夫だ。ええー。まあ、YouTuber としては失格ですよね。失格だよ、リアクション的に。ノーリアクション。うめえ。美味しいんですか、これ、味は。食ってみて。ちょっと食べます。やばいよ。やばいよ。涙出てんだけど。ティッシュ、ティッシュ。ごめん、ティッシュない、今。ティッシュ、ティッシュ。あっちにある。トイレ、トイレ。おにぎりやね。おにぎり持ってきた。おにぎりに合うわ。なんで食えんの。汗やばい俺。喉が痛い。喉が痛い。まさかの舌バカだったか俺。普通に食ってる。味がうめえ。あ、うん、そうっす。一口目はうまいなってなった瞬間に辛い。おにぎりも食ってるし。うん。今日のお昼だから。あ、腹が熱いわ。腹が熱い。体は感じてますよ、辛さを。うん、汗かいたり腹が熱くなったり。え、これ何、結構辛い部類。動画の中で。鬼辛い。やってて。美味しく辛いものいただいちゃいましたね。
汗やばい。あぬるいな今日の動画。美味しくいただきました。舌がバカだった。皆さんも辛いらしいので試してみてください。説得力ないな。美味しかったです。この動画がいいと思ったらグッドボタンお願いします。この動画があんま良くないなと思ってもグッドボタンお願いします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイナー。